キー・ボルトだってばさ。今日からよろしく。これは俺の物語だ。別に何言ったわけじゃないわ。あんなのと一緒にされたらこっちが迷惑。いつもありがとうな、ガマゴロ。大人をからかうな。それと兄ちゃんじゃない、ここでは先生と呼ぶんだ。これどうでもいいけど、騒がしい町だね。ここは美月と言います。音隠れの里から来ました。アホか、2週間も謹慎処分受けてたやつが何言ってやがる。お前の噂で持ちきりだったんだ。ガキが、お前の右手も吹っ飛ばしてやろうか。うまくいきゃカーマもなくなって万々歳かもな。あ、ごめん、気に障ったのなら取り消すよ。でもこのみんなの微妙な空気はそういうことだよね。ダメだよ、力を、僕の力を証明しないと。騒ぎがあったから悪目立ちしてるだけじゃない。サラダ、あんたは親しいんでしょ。一人山にこもって修行を重ねていたので手裏剣は完璧です。しかがり君とイノジン君が見てる。邪魔だ、ここは今俺が使ってる。慣れ慣れしいんだよ、ほかげの息子め。あの、これから一緒に勉強する仲間だし仲良くしましょう。アブラメ先生大丈夫ですか。なかなかイケメンじゃね。はあ、無理しちゃって。なあなあ、音隠れの里ってどんなとこなんだ。私カエル触れないから、可愛い動物の方がいいよね。よし、ボルト、終わりだ。これでやっとクラス全員の基礎力測定が完了した。お兄ちゃん、ご飯食べたら遊ぼう。特に異常なしだ、ご苦労さん。文句言うな、もし何かあれば俺の責任。なめんて、俺の体に必要あんのか。よう出るだ、こっぴどくやられたみてえだな。くそが、ただじゃおかないわよ、渦巻きナルト。どうでもいいけど、木の葉には僕が行くしかないね。君じゃかなわないやつなら僕の出番ってことでしょ。任務については過信孤児の方針に従えと言ったはずだぞ。やつはどこにいる。ああ、いたいた。なんかまずい時に来ました。わかります、このハマル先輩。花火聞いてよ、このハマルちゃんの話。アホらしい。俺たち就任試験を受けさせたくないのってただ過保護なだけじゃない。なるほど、貴様大筒木の力を強く受け継いでいるな。しかし未熟、己自身の運命を見通すことはかなわぬ。ここに入って来られる者が我ら以外にいるとはな。我は大筒木錦式参る。そうか。